オギアシスタントオーディション。はい、ということでですね、はい、はい、やってきましたね、ついこの日が。とうとうこの日が。まあ、はい、オギちゃんの、はい、まあ、紆余曲折、さまざまなね、そして最終的に桑田が叩かれるっていうね。その YouTube チームの会議があり、こんなにやりやりだったら桑田さん無理だよみたいなコメントであふれ誰人にあれおかしいだって流れがおかしいみたいな、全員焼け花だみたいななったんですが、はい、まあちょっとここは気を取り直して、はい、僕たちのチームに新たに招き入れたい人材を発掘しようという場ですね、はい、今回ですね、このアシスタントオーディションにあたってやっぱりね、アシスタントだったりとか YouTube チームが何かみたいなの一番よく分かってるこの方をお呼びしました。佐々木さんです。お願いします。安心感。いやもう僕厳しいっすよ。ほんで大丈夫ですか。あ、大丈夫です。もしかしたら全員なしの可能性あるんですよ大丈夫ですか。やばい。本当に合格者なし。いや本当にただ目立とうとかもうそういう人たちもいるわけじゃないですか。あ、まあ、そうですね。バッサリ言われたでも、はい、本当にそれそうで、あのワンチャン全員落ちもあると思ってます、うん、あのだって僕たちも厳選したいしね、はい、こんな感じでちょっと佐々木さんには司会権しっかりとフィードバックをしていただく立ち位置ということで、はいはい、ヒカルチームから代表してきていただきました。あの一応もう一人あのヒカルチームから、あれ僕だけですか見えない。あのちょっと一人しかオファーかけてないかけてないんじゃないよ。はい、はい、でほぼ小木の親友イグミです。よろしくお願いします。いや本当に僕普段ですね、まあ、いじられキャラで声張るな、やらせていただいてるんですけど、ね、あの今日は桑田社長小木ちゃん心が折れたチャンネル視聴者の皆様にとってもやっぱ大切になるので今後のね、さて厳しく今日は行かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本当に側近でやらさせていただきます。あとやっぱこう僕とねヒカルのつなぎ役じゃないですかここでなんかチラ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 毎日なんかやってるからねあの社長が降りてくるまでにあの作戦会議まんまやる今日はこんな感じでっつって気分のそれってことですね。そこはいいですよね、こう連携と連携が取れているっていうね、はい、あの仲良し子ですね、はいはい、来ていただきました。そして久しぶりだな。久しぶりです。久しぶりです。おのちゃんです。はい、おのちゃん僕たちの中でも、まあ、結構いろんなあの融通を聞かして秘書の秘書みたいなことを最近やってたりとか確かに、うん、採用やってたりとかね、はい、いろいろやってますけど、はい、最近あれですね、ちょっとなんか色気づいてるなんかストーリーとかもねボーイフレンドができまして、だからなんかちょっと幸せオーラ出てるの。全然違う。このちゃんじゃあ今日あのちょっとアシスタントオーディションですけど、はい、ちょっとなんかそうですね、まあ、いつもおぎちゃんとオーナーの関係性も社内の人間ってことで分かって、あそこだよね、まあ、そういう立場で相性、そう相性もだし、うん、もうおぎちゃんがどういう人かもうね裏の部分も分かったから意味でもない、うん、この組織に入ってやっていけるかみたいなそこ一番分かってちょっと反省していただければと思います、 思いますので、はい、というわけで佐々木さん、はい、早速じゃあ行きましょう。はい、じゃあ A グループの人お願いします。いや、おもろいな1枚目からやばいやつこんにちは、こんにちは、ちゃだなぁ、なんかスーツ3がもう気になるな気になるなぁ。じゃあ始めます。はい、お願いします。自己紹介からじゃあ順番にお願いします。カナヤと言います。福岡から来ました。21歳で職業がニートなんで、その職業を探しに行きました。職業を探しに行きました。なるほどなるほど。就活に来てます。確かに。はい、就活です。就活です。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の方。顔ほぼ出てないけど。愛知県から来ました。川口圭司と申します。よろしくお願いします。はい、まあ、このポジションに入りたいという熱意だけは誰にも負けなかったので、まあ、そこのアピールさせていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。岡井良樹27歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。栃木県から来ました、田村由美と言います。某撮影でお会いして、えですよね、僕見たことない。お会いして私はやっぱ表に出る人間ではないなと思って、裏方というか秘書で応募したんですけど、なぜか表に出ること。え
てる？え、桑さん覚えてないですか？クロタンだ。え？おー、はい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 。おー、筋トレの出方ですよね。そうだ。何回出るのよ、コンディション。表に出たくない人の動きじゃないよ。ムーブがね、ムーブが。すごっ、満を持してるのが2回目ですね、はい、こうやってあの繋がっていくんですね、ストーリーが。確かに。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ早速ですけど、まあ、桑田チームに足りない人を選びたいわけじゃないですか。はいはいはい。なんか僕たちのチームに足りないものはここですよとか、うん、僕はこうなりますよってアピール。まあ自分が入ったら桑田チームにどう貢献できるかっていうのを聞きたいですね、はい、それ聞きたいです、はい、じゃあ早速手挙げてるか。手挙げてるか。あ、じゃあ、いいですね。年齢27歳なんで、はい、僕が一番多分桑田チャンネルに入った時のメリットっていうのは、今よりも間違いなく桑田社長小木さんの素を出す、いい部分を引き出す役割、エンタメを面白おかしく視聴者に届けるハブな存在、ブーストをかける飛び道具として間違いなく役に立てます。これをできるのはぶっちゃけ多分自分しかいないと思います。今 YouTube を見てて、桑田チャンネルの YouTube を見てて思うのが、もうやっぱり社長に対して必要以上に、まあ、気を使ってしまうところだったり、社員としての立場としての多分立ち回りをめちゃくちゃ気になさっているのかなって、まあ、動画を見てる限りだと思っていて、はい、いやいや何をしてんだと。何をしてんだ。はい、本気で最強のチームを作るんだとするならばそうじゃないと、うん、やっぱり今必要なのは、桑田チャンネル必要なのはやっぱりチーム全体の底な、底上げだと思っていて、僕がもしそのチームに入るんだったらガンガン噛みついていきます。お、時には桑田流星を食いに行きます。おお、今の目結構すごかったですからね。具体的に何してくれたんですか。そうですね、僕その自分でゼロイチを作るのは多分得意な人間じゃないんですけど、でも今の桑田チャンネルの知名度、影響力を使って桑田さんのチャンネルならば多分できる企画っていうのはすごい思いついてて、もうすでに13個ぐらい企画は自分の中では考えているので、すごい、はいはい、そういうものを、まあ、見ていただけたらと思います。おー、はい、ちなみにじゃあその企画ちょっと思い当たるの聞きたいですよね。一番自信あるやつ、はい、聞きたいし、一番自信あるやつだと、あの光るチャンネルにお泊まり企画で多分あのジョイさんがしたと思うんですけど、その時の桑田さんが一番まあ動画の中で輝いてたなと思っていて、うん、すごい相性も良かったなって思うので、まあできればヒカルさんと、桑田社長とジョイさん3人での差し飲み、そういうトークっていうのもなんかめちゃくちゃ面白いのかな、視聴者としても思っていて、うん、はい、なるほどね、はい、そんなに斬新性はないですか。確かにこれはなんか一般的にここまで来たんですよ。それはあのもうゲスト頼りです。そうですね、じゃあここでもう一発行きたいんですけど、まあ、今のところ刺さってはいない、はい、あのっていうと、まあ、僕でも思いつくかな。まあだから正直ちょっとまだ弱い。全体的に弱いよ。まあ例えばなんですけど、僕だったらなんかその小木ちゃんへの対してのっていうのもあると思うんですけど、だから僕だったら全員そうなんですけど、ちくわ一つぐらいなんか持ってきたりしますけどね。やっぱちくわたちゃんと見てたら、なんかこういうちくわがあるんですよみたいなところのインパクトから入ったりしないと、あの印象に残らない。ちくわってないやとかあるんで、やっぱちくわが好きとかあるじゃないですか。ちゃんとウェポン持ってくる。みんな同じウェポン持ってるんですよ今みんな。あのだから私こうできますできますみたいな。ただやっぱ角度を変えていかないと心には残らないので、うん、ちょっと今のところまだ普通だなっていうところが辛口評論家が聞いてるから。まあちょっとあのまだみんなね言ってない。そうですね、そうです。じゃあ次、次こっちゃんのに自分が貢献できるっていうポイント言える方。はい、涼しいか。まあ、実際僕にできるかって、まあ今23で結構限られてると思ってて、アシスタントとして今回オーディションっていうことなんで、僕ができることは本当にアシスタントのとしての役割しか、まあ、今のところできないんですよ。なのでまあちょっとした雑用だったりとか、夜食のドライバーしてたので、そういった運転とか、まあ、小木さん苦手って言ってたので、はい、まあ、そういったところもできたりとか、まあ、僕結構気配るのとか気使うのが好きなので、まあ、そういった雑用とか本当にちょっとしたことから皆さんの気分を上げていって、でその気分を上がった皆様が動画を盛り上げてくれるっていう感じで、まあ、僕は本当にザ・裏方としての役割を徹しさせていただければなと思っているんですけど、で僕も結構 YouTube も9年ぐらい見てて、
まあ、桑田さんならではの動画1個だけ思いついてるんですけど、それちょっと発表させていただきます。おー、どうぞどうぞ。珠玉の1本ね。珠玉の1本。身振り手振りがね、政治家の卵なんですよ。これはなんかちょっと出ちゃう。で、僕が1本、それだけはやってほしいっていう企画があって、桑田さんの部屋に行って、あの、掃除のコロコロあるじゃないですか。あれを持って行って、何種類の女の髪の毛が出るのか。おー、ちょっとおもろい。頭の中であって、まあ、このモテ男の桑田さんだったらもう結構20種類ぐらいとか出ちゃうんじゃないかと思って悪くないね、うん、その動画は実際にやらせてほしいなっていうのは思っております、うん、おーすごい、はい、自信がありそうですね、うん、面白いですね、はい、じゃあ次はどちら側がいきましょうかはい、じゃあお願いします。7年ぐらい看護師をしてきたんですけど、チームに入った際には空気をよくできるように何かしら魅力ながら力になれればなって思って申し込みました。ちなみに社長的に女性ってのはどうなんですか？いや全然ありですけど、はい、ちょっと女性多くね。まあ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 確かに、うん、で YouTube チームってなって実はいないじゃないですか。ちなみになんか女性ならではの質問みたいなのありますか、おのちゃん？なんかこの YouTube チームってなんか結構こう男性がいがちじゃないですか、はいはい、YouTuber だからしょうがないみたいな、うん、こう例えば長時間とか、うん、なんかいろんなのがある中で、うん、なんかちょっとこう大丈夫ですか、あなたこれ知らないかもしれないけど大丈夫かなみたいな質問ありますか？確かにね、うん、そうですね、いっぱいあります。で、まあ、その YouTube チームって男性しかいなくて、今ここに何人かいる中で言いづらいんですけど、やっぱりなんか細かい作業とかはなんだろうな、後回しにしがちだったり雑なんていう部分があるんですよ。で、多分それって女性の方が気づきやすい特徴として、まあね、多分気づくと思うんですよ。なった時に、なんかこう、それを進んでやれるか、それとも、なんかなんであの人たちやんないんだろうとか、そっちに行っちゃうと、多分うまくいかないかな。あ、不満になっちゃう。それを挑戦しても私がやればいいやとか、動画を良くするためにとか、チームを良くするためにっていう意識が向けられるか、みたいなところは、女性としては大事。田村さん、繊細なんですか？お世話が好きで看護師もやってて、うん、仕事も結構好きでやってたんで、なんかやっぱ看護師さんとかもずっと続けてられるっていうのはね、いろんなことがあるんだから、忍耐力はあるかなっていうのはなんかちょっと思いますけどね。適当そう、ついていますもんね。分かりやすく特徴がはっきりしますね、この中のね、一番、うん、何してる人みたいな、うんうんうん、で、一番分かんないのが、はい、あの、金谷くん最後、金谷くん、ね、金谷くんの顔が見えないよ、ほぼなんでか、ちょっと真面目っすね、みんな。おぉ、いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいよ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 、え、これ YouTube っすよね。一番極めとは絶対俺ですね。21歳で、ニートで、金なくて、専門自分2年行ってて、それ卒業した後に桑田社長の YouTube を見て、この人バリおもろいやんと思って、うん、38歳にしてチンチン出してなんか炎上した。やめろマジでこれはおもろいなと思って。こんなヒアピット38歳おもろいな。ヒアピットとか分かんない。21でなんかちょっと情けなくなって自分。ああ。だからそこで一緒に働けたら。そうですね。なんかアクティブなことしたいですね。なるほど。基本的なものなんですけど、体力とお酒が強いのかっていうのが聞きたいですね。あ、お酒強いもやっぱ必要なんですか？なんか僕はやっぱ酒飲みニケーションをやっぱやっていきたい、うん、でここ強いんですよ、まあまあ、うん、ここ弱いんですけど、うん、まあ、でもなんか別に嫌いじゃない、嫌い飲みますよね、うん、ちゃんと入って帰るんですけど飲みます。そう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 、だからなんかちょっとやっぱうちはうちで飲みニケーションをしたいなっていうのがありますね。うん、どうですかそれについて。こうその場で潰れることは確実にないんで、はい、そこはもう全然付き合っていけるのかなって思ってます。ちょっと僕それで言うと一つあって、はいはい、なんかやっぱり会社に求められるのってなんかやっぱ信頼できるみたいなのが大事じゃないですか正直、はいはい、これってやっぱオーディションだと分かんないんですよ、はい、人って、はい、隠してるから。だからなんか今までこんな一番恥ずかしい失敗談みたいなのなんか誰かあるの強烈なの聞きたいですちなみにじゃあイクビの今までの一番の失敗談ちょっと言ってくださいそれはオナニー親に見られるありがとうございます。それぐらいなんですけど弱いな。いやいや弱いんですけど一回僕はそういうとこ聞きたい。それさ、これ僕だけ損してるんでマジでやめてください。そんなさ、どのぐらいのものが出てくるか分かんないけどそっち側も答えづらいから恥ずかしい感じですけど小学校の頃、で僕何が思ったかなんですけど、はい、なんかその時なんかまあまあ、OK ですね。ちょっと一旦じゃあこの組は、はい、あれぐらいで、はい、ありがとうございました。ちょっとじゃあ控え室の方に、はい。
どうでした？ちょっと不安。なんか普通じゃん。まあなんか深掘る質問すらももうあんま思いつかないみたいなのがなんか印象なのかなっていう空気感ではあるから、回収までのビジョンも僕が本当に入ったから絶対立ててくるんで、オーディションももうどこ最初こう入ってこういう形で着地してっていうのをちゃんと決めて僕だったら来るんで、なんか全くそれが4人ともできてなかったんで、うん、まあ小木ちゃんはあの社長ファイトクラブで僕が選んでますからね、やっぱプレゼントが面白かったしね、うん、だから結局さ、小木ちゃんが選ばれてるのはなぜかみたいなところを考えてやってこないと、うん、そうですよ、だからもうセンスがだからないだからだって、いつも正直、イクミさん叩かれるのをめちゃめちゃ気にしてたんですよ、うん、もう今日それ気にせずにもうやってくれてるんで、僕はめっちゃありがたいです。いや、そうだね、はい、ちょっとじゃあ、イクミ、あの質問して質問、あ、OK です、ちょっといろいろ、そうですね、もうちょっと気になることとかめちゃくちゃ、あのイクミの目線でいいね。あ、わかりました。だから、YouTuber の社長がいるとこういうとこ大変なんだよとかわかるとか、そういうのをしてほしいな。わかりました。はいはい、 B グループの方お願いします。お願いします。失礼します。失礼します。お願いします。で、一度着席していただいて、で順番に自己紹介の方お願いします。はい、小田切誠と申します。41歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宅島由紀、38歳です。よろしくお願いします。お願いします。伊藤翔太、31歳です。よろしくお願いします。お願いします。こちらは38歳です。よろしくお願いします。します。なんかじゃあ、まあ軽くでいいんで、あのアピールポイントというか、なぜクワトチャンネルに入りたいかみたいなところ。急に全員吹けましたねちなみに30倍ぐらいだから急にアダルトさが挟んでみました。バッシュ、まあ、深みが出てくるかもしれない、はい、確かに確かに、はい、真ん中イエスさんに笑い方もう飽きましたまたプロタン、はい、プロクリニックのカウンセラー。そうです、カウンセラーで、あの患者さんが来た時に、まあ、どういった施術をしたいかとかっていうお話を聞いてましたね。なんか自己アピールしてください。はい、プロクリニックで働いてたっていうのもありますけども、その前にですね、あの、まあ、某有名なスマートフォンの、会社、まあ、リンゴのマークのところの、まあ、コールセンターの運営に携わったことがありまして、でその際にですね、あのトレーニングという、まあ、トレーナーという部門で、配属されてまして、そこに入る、まあ、新人の方たちですね、あのコールスタッフを、まあ、育てるという役割をしておりまして、まあ、その4週間で育てるところをだんだん3週間で育てている、2週間で育てているような、まあ、結構過酷な課題もトライしてきましたので、まあ、無理難題も全然受け止められますので声にね落ち着きがありすぎたぜひしごいていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。アピールポイントとしましては、現在、建築関係の仕事をしてまして、リフォームをやっております。まあ、職人さんたちのこう手配でした。もともと運送会社の方で結構十何年やってたんで、まあ、運転の方は結構自信がありますね。車運転するが重要って言われてたんで、はい、そこに関してはまあ全く問題ないかなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アピールポイントとしては、今自分で経営している店舗が4店舗あるんですけど、業務委託の方を使っているっていうところで、コメント欄とかも見させていただいたんですけども、使われる側の人間のコメントが多かったなと思うんですけど、まあ、委託者側から自己的にまあ、動くっていう部分には全然どんだけ動いてもいいのかなって思うんで、そういう立ち回りはできるのかなっていうところと、まあ、自分の新しい刺激が欲しいっていう部分で応募させていただきました。経営してるんですか？そうですすごいですね、経営者でアシスタントに応募するっていう。そうですね、だからまあ一個懸念としてはね、アシスタントで収まるのかなっていうところが懸念点ですけど、経営してるだけだってやっぱ工房が林さんなんで。まあ、確かに、ちょっと丸顔ですかね確かに林さんの格好と一緒だろ黒でね。はい、じゃあ次の方お願いします。よろしくお願いします。今はですね、医療機器のメーカーの方で、機械の修理をしておりまして、まあいろいろな病院ですね、回って修理をしているので、まあ、車の運転に関しましてはやはり得意で、長時間の運転とかも結構北関東とか回って修理しているので問題ないかと思います。また転職で、めちゃくちゃ真面目な
でも結構スキルをいろいろ持たれてるんですよね、この方は。医療機器メーカーですよ。そうです、動画編集もできて、あと応募写真より思ったより猫背だった思ったより猫背だった、はい、おい、38歳で僕と同い年してるって見えないですよねなんでそんなこと俺よりなんか13日ぐらい前に生まれてたちょっと若作りしてる。あ、そうなんだ。できてないっすよ。できてないっすよ。真面目枠だからプレゼンというか自己紹介というか なんだろうね、かますキャラじゃないですよね、みんなね。1個前がかます系だったんで、かましてもらえるかもしれないけど。ただ入江さんの手の指輪だけはすごい気になるあ、これですかなんか質問あるわ。小田切さんはあの、はい、プロタンのプロクリニック、はい、カウンセラーってことですけど、プロタンとは絡みあったんですか？直接の絡み自体はなかったですけども、まあ、何回か出入りされてて、YouTube の撮影シーンを見るっていうのは、あ、そんなに絡みないんだ。直接はやはり、まあ、プロデュースなので、そこまで運営にがっつりっていうか、41の割にはやっぱりなんかこう、ニックネームにジョーって書いてある。そうです、もたぎりちょっとジョーブログのような。東京出てきてからもうみんな小田切って言ったら、小田切の社長さんね、みたいな。そうですね。まあ、聞いてる中で、ね、やっぱり立ち回りうまいって結構大事なんですよ、この YouTube 桑田チームはめっちゃ。なんでその立ち回りとか大丈夫なのかなっていう気はしてますね、見てて。ありがとうございます。はい、ただ、やっぱり演者としてもやっぱ欲してるんですよ、YouTube チームで。なので、もういい人集とが出すぎてて、なんかそういうユニークな面があるのかなっていうのがすごい知りたい。確かにね。ユーモア性を知りたいです。最後やってた仕事がですね、風俗店で店長やってまして。いいっすね。一回ですね、あのお客さんが閉店間際になんでサラリーマンがスーッと来まして、まあ行けますよと、パネルでバーってあの紹介してたわけなんですけども、話してたらですね、そのお客さんと仲良くなってしまいまして、お兄さんがいいって言われたんですよ。女性を選ぶんではなくてお兄さんがいいって言われて、どうにかこうにか、まあ、逃げ切ったは逃げ切ったんですけど、そういったなんか危ないところもなんてもうくぐり抜けるというか、にこやかに裏真面目です欲しいちなみに中島さんはあのプライベートとかは何されてるんですか？プライベートは、はい、休みの日とかその時間とかあるんですけど、例えば、はい、そのアシスタントってなると、はい、本当それこそ例えばその急に夜出てこないといけないとか、時間取れたりはするんですか？そうですね、 LINE いただければすぐ行けるんですね。はい、ふっかるは大事ですからね、この、いやー、ふっかるじゃなさそうじゃないですか、ここのメンバーは経営者のね、伊藤くんなんか、なんかまあこっち来たらふっかるにはなるだろうけど、あ、こっち来るつもりですか。おお。てか、なんかあれなんですね、本当にこのチャンネルを良くしたいっていうのを今のところあんまり伝わってなくてあ、まあそうですよね、経歴と。それをね、ちょっと欲しい、このチャンネルどうしてくれるのかな、みたいな。僕たちのチーム入ったらちょいちょい桑田さんが夜その撮影行くの一人だとか、その小木さんがあの桑田さんに対してのこのカメラのツッコミっていうんですかね、もうなんか射程短縁すぎてなんかゴマジュミしか聞こえなくなっちゃって、おい実証者意見ですね。正直言って、うん、そこはちょっと緩和できるのかなと思ってます。その桑田さんのその夜の撮影に同行したりとか、そのまあ小木さんに寄り添えるのかなって感じがしますよ。その派遣口じゃないですけど、そうすればちょっとまた変わるのかなと思ってて、ちょっと今一旦なんか小木ちゃんになんかこう軽くなんかお互いになんかやってもらっていいですか、ね、はい、いやお疲れ様です。お疲れ様です。いやー今日も桑田あたりきつかったんですよね。そうっすよね。何言われたんですか？いやなんか何言われたとかじゃないんですけど、やっぱりこう相手の気持ちって分かんないじゃないですか、人って。はい、だそれをちょっと桑田の意見を分かりきれずにちょっとは悩んでるって感じですね。まあ、小木さんが悪いんじゃないですかね。はぁ、あ、いかわいこれ小木さんっていうふうに言えれば、はい、笑い話にできればちょっと変わんのかなと。意外と効力高いもんね。いや、そうなんですよね。一応まあ、今日本関係やってるんですけど、外注のやる範囲みたいな、そういうコミュニケーションとかはあの職人さんとかと取ってて、まあ、やれる範囲を広げていけてるって感じなんですね。ありがとうございます、はい、なんかでも滝島さん今の聞いててすごい小木ちゃんとの相性も良さそうだし、意外とあのコミュ力あって良かったですけど、美女的にどうなんですか？いやけど本当それは言ってるの本当そうで、そうですね、フォルムが社長これじゃないですか、イケメン枠、うん、で僕ちょっともう崩しにかかったお笑いご用紙枠じゃないですか、なんでやっぱちょうどいいバランスが欲しいですよね
一回並んでみる3人え、みたいなこれどうすかこの YouTube チームいけます？いけないねちょっと僕から一個質問いいですか？ちょっとみんなやっぱり今仕事もされてるし、まあ、例えば経営者の方とかいらっしゃいますけど、まあ多分大体の方が受かったら仕事を辞めても入りたいっていう、これは嬉しい印象なんですけど、なぜそこまでここに入りたいかっていうのがマジで全然伝わってなくてなんかなぜ今のその年齢まで来てこの仕事を辞めてこっちに行きたいのかっていうのが正直全然伝わってないんで、多分もっと桑田チャンネル入りたいっていう熱意を言わないと、質問が飛んできてないっていうかまずい状態なんで、はい、ガチしんどいですじゃあ僕からよろしくお願いします。ヒカルさんの大ファンなんです。なのでもしその桑田チームに入れるのであれば、自分が憧れている人と本当に肩を並べるぐらい、なんならこすぐらい押し上げたいと思いまして、ぜひ今小木ちゃんも桑田さんも僕が押し上げるので、ぜひ入れていただきたいっていう心持ちです。どうやって押し上げます？ちなみにどうやって押し上げる、なんか押し上げるって多分大体みんな思うんですけど、どうやって押し上げます？やはりモチベーションを上げてもらったりだとか、まあ、思いついた企画を提案してみるだとかっていうのを当然させていただきたいなと思いますし、小田切さんだからこそできることみたいなのが多分知りたい。多分今のだと誰でもできちゃう。そう、僕だからこそできること一回考えてきました。そうですね、はい、ちょっと話聞いてなかったっすね。多分今のさっきのできなかったことで気づいた。伊藤君いきましょう。はい、まあ、経営者目線の意見も小木さんとぶつかり合って、ブラッシュアップした状態で桑田さんの方に上げれるのかなっていうところ、今だったらまだそういう実力追いつけるのかなっていう部分も思いますし、まあここで自分も経験を積みたいなと思っています。しっかりしてる。自分多分ちょっと見た目と違って多分結構深くて使いやすい。本当かな。本当かな。年は言ってるんですけど、年は俺より俺と一緒なんだけどな。そうですね。多分軽いと思います。だからちょっと急激にうちのチームが老けそう。ちょうどいい並びになると思う。なるか。3人並んでるとちょうどいい。なるか。エネルギーどんどん吸収されてる。はい、というわけでじゃあいいですかね、この組も。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ BGM これで一回退出してみたいな。一回退出して、はい、ありがとうございました。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 彼らの20年前に会いたかった。いろいろとそうだ、辛いことをなんか経験しすぎたと思って、なんかもう終盤にかかってる、ね、ちょっと諦めを感じるね。確かになんかその若さっていうのがやっぱ大事かもしれない。これからじゃないですか。で、そうなのよ。覇気欲しいですよね。エネルギッシュな人が欲しいですよね。エネルギーがある人は頼むぞ。いや今のところやばいもんね。自分がこのチャンネルに入ってどうなりたいかみたいな目線で聞いた方がなんかこう柔らかくなって答えてくれたりするのかな。聞けよお前が。次行こうかなと思ってます。ちょっとお願いします。ダウンタウンじゃなかった。お願いします。次大事ですから。じゃあ新グループの方お願いします。失礼します。失礼します。失礼します。こんにちは。失礼します。失礼します。じゃあ一回着席していただいて。失礼します。じゃあ自己紹介が順番に、はい、岩下陽介、26歳です。よろしくお願いいたします。名前の由来は近所にいるから、昨日オーストラリアから戻ってまいりました松下ライと申します。よろしくお願いします。司会者を経営しております大井翼です。小田さん、おっちゃん、金の盾取りに行きましょう。先ほどはみ出てないです。大丈夫です。おぉこういうことっすよね。やっと来た。こういうことよね。やっと来た。乗ってきてる、乗ってきてる。やっと来た。なるほどですね。埼玉さひろです。よろしくお願いします。ちょっと緊張して忘れそうなんで、先にちょっと事前資料を追加で。何これ。結構皆さんなんかいろんなのチャレンジしてるんですね。結構ガチガチにあれ最後すごい。東進ハイスクール340万人の高校生編の CM とか出てるんだ。
もそれはプロのカメラマンに洗剤用に撮ってもらいます。あえて坊主の特に。そうです。坊主役が多くて。あ佐々木さん気づきました。あのこの4人はちゃんとねこう前に来ようとしてる。ちょっとね前のめりですよね。さっきのやつらみんなこう。距離なんか近づいた感じの。確かに。よかった。はい、あのメモ欄に、はい、あの北朝鮮で殺されかけたって書いてあるんですけど、そうなんかもう、はい、どういうこと？結構フッカルでして1年間で13カ国ぐらい一人で旅してたことがあって、某企業の方々と旅行を誘っていただいていろんな国を回った時に北朝鮮のノリで行こうって言って丹東っていう中国のところから船チャーターして北朝鮮のところまで行くっていう、僕が知ってる喋れる中国も全然通用しなくて、中国喋れるんですか？ニコワイとかピアランとか綺麗ですね、可愛いですねとか面白いですね面白い面白い、しかも喋れるワードがねもう女性に対して夜の世界でしか使わないやつなんか特技あります？なんかもう体がなんかすごい今にも動き出しそうな体してるから。そうですね、特技やっぱ野球が特技で、あの年間200試合超えるぐらい草野球やってて、すごい今もやってんだ。今もやってる。スポンサーついてるんでお金いただいたりは。スポンサーついてるの？はい。え？あの社会人リーグ？たけし軍団さんとか。おお。そのまあ、芸能のやっぱり僕子役からやってて、それでちょっと野球ができてセリフ喋れるけどドラマ野球関係とか呼ばれて、それの付き合いで横のつながりでやっぱいろいろと呼ばれていくんで、そうするとチームがどんどん増えていくんで、1日7試合10試合とか土日とか当たり前にやってた時があって、20代の頃はちょっと呼ばれてるにしてはまあまあすごい経歴ですね。ファンキーモモンキーベイビーズの大切。確かにもうすでに気になっちゃってますもんね、スネークさんのこと。いやありがとうございます。それで言うと僕ちょっとあの美獣のところでいくと、やっぱ岩下さん、はいはい、岩下さんこれ見ると、はい、いや岩下くん顔強いよね。しかもいやそれもないです、これダンスが強いな、ね、強い強い強いって言ったら強いって言われてありがとうございますって言う。はい、ありがとうございます。ダンスちょっとなんか見せてもらいたいですけど、踊れる振り基本的にすごいなって言われるのは多分アイソレーションとかなんですよ。あーおーかっこいい。おーおちょいちょいちょい、いや、あの、もともとダンスやってて。ダンスで、でも映画出てるじゃないですか。あ、エキストラで。あの、はい、エキストラか。失礼します。なるほどね。はい。今何してるんですか？今、あの、不動産の会社でサラリーマンやってます。探検師持ってるんですか？あ、そうです、持ってる。すごい。一応、あの、佐々木さんがいるんで言わせてもらうと、美容師免許も一応。お、そうなの、ね、自分と短所みたいなのある？短所は、ないっすね。あ、いや、あるか。あーこいつ腹立ったんだな。短所で言うならちょっと顎が出てる。お、めっちゃしゃくれてるよ。いやそれは言い過ぎですよ。しゃべりにくそうです。嬉しいっすよね。僕はもうずっとダンサー時代も意地したくてしょうがない。顎で、AGO で、顎でダンサーでも顎なの？顎おもろいな、おもろいな。若い方がいいやん。サッカーはなんかこのシャイギュッとしてる卓球も持ってるとかで、なんかその実務とかも結構できるそうじゃないですか。いやすごい、バックオフィスも結構得意そうなんで。卓球って本当に問題読むだけで最初めっちゃ時間かかるじゃないですか。元々不動産だよね、はい、で僕結局持ってないんで、その努力もできるってことはめちゃめちゃ地頭もいいと思います。ちょっとじゃあ、はい、もしこのチャンネルに入って、はい、あの自分がなんかこうなりたい、成し遂げたいとか、なんかどういうなんかイメージしてます？自分の未来みたいな。全員来て、全員、そう全員なんか、うん、あれば。そうですね、まずはチャンネル登録者数が100万人っていうのは、まあ、正直もう年内でも行きたいぐらいの勢いで、本当にそのポテンシャルって多分皆さんというか、まあ、深澤社長も小木さんもあると思うんで、まあ、そこをうまくまあ、料理する裏側のスタッフの力が多分今まで弱かったのかなと思うので、すいません、はい、いいぞ、ズバズバ行かないとね。僕もあのサンドの飯より社長が好きなんで、僕も本当に経営者で一番好きな、うん、なんか、私。おー嬉しい。裏方に徹してサポートしたいみたいな人は絶対続かないと思う、このチャンネル。めちゃめちゃ厳しくて、結局今僕が残ってるのも、もう絶対に桑田を見返して成り上がってやるっていう気持ちがあるから、今まで続けてこれなんですよ。
そういう気持ちはあるのかなっていうのを聞いてありますね。まあ、EXILE さんとか三代目さんになりたくて始めて、でその裏側見てあのメイクアップアーティストになって、でどっちももうやりたくてうずうずしてでサラリーマンで収まっちゃってたんで、ちょっと今爆発しそうです。いやめっちゃいいと思います。うん、松下さん聞いてみよう。はい、今日真っ白なキャンパスを持ってきてまして、何色にでもなれるっていう社長ファイト僕が言ったあれなんです。なるほどね。ここ二人ちゃんとそこをオマージュしてくらい、オマージュしてるね。下調べもやってきてくれてますね。心が折れそうチャンネルなんですけど、まあ、僕が思う主観としまして、まあ、おぎちゃんちょっとやる気あるんかなって。いいですね。なんかクロアチア行きたいとか言ってると思うんですけど、このままじゃ絶対行けないと思うんですよ。僕がケツ叩いたろうかなと思って。松下くんは確かになんかチームマネジメントうまそうですね、今の感じ。ありがとうございます。どういう半生だったの？まあ、高校卒業して、まあ、地元の中小企業で現場監督として、まあ、一番大きいものだったら最近開通した北陸新幹線の工事に携わって、そこから今オーストラリアにいて昨日ここに来たって感じです。まあ、桑田チャンネルでやりたいことは、まあ、おぎちゃんを救いたいっていうのを一番に掲げてまして、まあ、桑田さんのパワハラものすごいと思うんですよ。本当すごいですよ。ものすごいと思うん でそのパワハラに屈してくすぶってるじゃないですか。でそこに僕が食い込んで、まあ、桑田さんを王にしたいっていう気持ちあるんですけど、あるある。僕の思ってるのはおぎちゃんをそれに匹敵するぐらいの人にして。おーすげえ嬉しい。 YouTube でやっぱ押されてるチャンネルっていうのはグループで押されてると思うんですよ、裏方含め。なんでおぎちゃんもガツンって言ってもらったら僕はもうそれ嬉しいなと思って。噛みつき方もすごい上手いなと思ってます。ありがとうございます。なんか嫌な気持ちならない噛みつきでめっちゃ多分立ち回り上手いんだなっていうのは今で感じてます。はい。じゃあなんかある？でも確かになんか今までの人とおぎちゃんに噛みつくだけ、うん、そう、おぎちゃんはなんどっちかというとやっつけたい側の人だったんですけど、今みたいに噛みつきつってもなんかちゃんとおぎのアシスタントオーディションなんで、あ、はい、そこを分かってるのはめちゃくちゃいいなっていうふうには思いました、ね。あとちゃんとその2人は運転と動画編集スキルも両方ありありなんで。確かに。で動画できるんですか2人とも？できます。はい。めっちゃ、めっちゃ強い。どれぐらいできる？自分のチャンネルやってました。1000人ぐらいしかなかったんですけど。これはすごいです。1000人いかんですか？1000人はすごいすごい。僕も YouTube チャンネルありまして、1400人。あ、400人。なんとね。あ、もう大丈夫。この2人おもろいな。でもまあ、後半の2人もおもろいですからね。あ、じゃあ、おもろいさん。みんなこう思うんですよ。言うのは簡単なんですよ。思わないですか？わかりません。チャンネル登録100万人したい。そのまま言うのは簡単ですよ。もちろん博多風味っていう。確かに痩せた高田風味。おぎちゃんを支えつつなんですけど、うん、僕はその具体的な要求を実は持ってきました。おそのまま喜怒哀楽の書。おーもう博多風味してみるの違う。簡単になんですけど、桑田さんのチャンネルの分析をしました。すごい。まあ、こんなんは、まあ、そんな、あ、もうもちろん当たり前ですよ。してますよねみんなっていう現前提からですね。マジで高田風味だ。まあ桑田さんは喜怒哀楽が伸びていると、はい、いうところで僕は考えました。まあ、そう、そうです。喜怒哀楽の喜は桑田を喜ばせるのは一体誰だ？スタッフ選手権。おお、面白そう。いきます。あ、じゃあこれ見込みっていうやつですね。はい。次怒る。うん。いきます。おぎちゃんが桑原を感じたら即帰宅。それは面白いかも。喜怒哀楽の愛、修行、桑田流星のセクハラしたら即帰宅のハーレム旅行。基本的に帰宅だ。はい、全部帰宅で楽。桑田流星の紳士への道。え、でもすごいね、やっぱ関西人だよね。あ、そうです。なんか起承転結がうまいね。面白いな。いや、何がいいってこの持ってる時手めちゃめちゃ震えてたんですよ。なのにこんだけ面白くできる。緊張してたね。おのれつばさ。そうです。う YouTube やったことある？ YouTube はあの、まあ、自分が配信してるんじゃないですけど、あの、まあ、ラファエルさんの編集をちょっと手伝っています。ラファエルさんの編集手伝ってたの？はい、今、まあ、すごいですけど。佐々木さんじゃすごい仲いいじゃん。あ、そう、佐々木さんはあのいつも世話になってます。ちなみに
にもしあのチャンネルに選ばれた場合はそのアシスタントに、はい、どうします、はい、引っ越すとかもちろんです。それを僕先ほど小木ちゃんが言ってたその自分が目指してるところがありまして僕会社を経営してるんです一つ。で一般社団法人の会社を経営してるんですけどそれで僕は虐待をなくしたいんですよ世界から子供たちの笑顔がもっと増えるような世界にしたいと思ってそれを僕は成し遂げるために3年間っていう期間を僕は設けたいんですよ。桑田さんのチャンネルを3年間で100万人にします。ほうで僕はその3年でもし無理ならもう首を切ってください。で帰りますもん村に。呼びに村まで帰る。大阪じゃなくて村に村まで帰る。村まで帰る。え、ちなみにだけどこれはもともと虐待されてたって経験があるんですか？ないです。ないけど作りたいですか？そうなんです。僕大学の授業でそれを習ったんですよ。虐待を受けている子供たちがいるんや実際に目の当たりにしてめっちゃ楽しそうなんですけどでもなんか心の中ではすごい傷を負っててそれを知った時に僕はこの子らをもっと笑える社会にしたいと思って授業の時からあの会社を立ち上げてやってるという形です。すごいね。泣きそうなっちゃって普通になんかもう本当に魅力的ですね。めっちゃこんなに面白いのになんかせこいっすね。せこいね。そういうやっぱ思ってめっちゃせこいだなって思って全員が他の3人がクッソだと思ってる。はい、じゃあ斉田さん、生い立ちとしては僕結構ぶっ飛んでてプロ野球選手目指してたんですよ。ちゃんと中学は野球部からだったんですけど高校野球推薦に行ってで大学まで決まってたんですけど怪我して辞めておじいちゃんの会社に入って聞かれたレールは嫌だっつって辞めて芸能の道に入ってポツ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 仕事が決まりだしてミャンマーで撮影が決まってたんですけどクーデターで撮影所がなくなっちゃって頓挫しちゃってもういつ再開できるかわからないんでもう自分で始めようということで YouTube をまず始めてこういうのですって全部企画やからなんかこう編集まで全部やってたんですけどまあ一人だと続かなくてもうお店やってみたいなってことでスペイン料理屋さんでめっちゃ厳しいなんかもうお皿が飛んでくるようなところで働いてでまあそこで広報とかもやりつつ TikTok とか全部運営してインスタとか運営してやらせてもらっててでその後ホテルマンやって世界各国飛び回ったり語学の勉強したりなんかいろいろとこうやってってまあ今は TikTok のまあ、クリエイター活動とかをちょこちょこやって収益化者乗ってきてます。5800人ぐらいしかまだいないですけど斉田くんは有名になりたそうだけどそういうわけじゃない有名っていうよりかは本物になりたいです何やねん何やねんだからまあ今日の機会もまあ面白そうってことで来させていただいたんですけど何かを極めたいみたいな極めてこう一人の男として成長したいっていうのがあって、うん経営者だったりあのしっかり一線でこう何か頑張ってる方なのかなってでそれを支えてるお兄ちゃんの、まあ、アシスタントということでだから僕がそこに入ることで何かこう相乗効果じゃないですか何かこう生まれるものがあるんじゃないかなと思って今回参加させていただきました。なんかねちょっとなんかみんな魅力的イメージした思っちゃうな最後ちょっと一回作戦くらいしていいですか、はい3グループあるんで、3グループの中で良かった人を何人かもう一回最後集めて喋って決勝戦やりましょう。はい、はい、いや素晴らしいね、いい組でしたね。いいですね。はい、アシスタントの斉田でした。ありがとうございます。はい、というわけで今日はね、本当に遠くから来ていただいた方もたくさんいると思うんで本当にありがとうございました。ありがとうございました。かなり悩みましたけどやっぱ僕たちもちょっとチャンネルをもっともっと盛り上げていきたくて本気で選ばせていただきます。一人にはまだ絞れてなくて何か呼ぼうと思ってるんで二人なんですけど二人呼んで、その方々で最後最終審査っていうのをさせていただければと思います。はい、本当に桑田チャンネルのためにしてくれてありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは発表します。岩下陽介さん、ありがとうございます。はい、尾上翼さん、はい、です。ありがとうございます。最終審査はこの2人で行いたいと思います。本当に来ていただいた方々、
マジでありがとうございます。これからもですね、桑田流星心が折れそう、さらにパワーアップして、もっともっと皆様楽しませていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。友情がそんな熱い、いつ生まれてたその友情、その熱いって。じゃあ座っていただいて。ありがとうございます。はい、じゃあこっからちょっと本当にまだイーブンなんで、ちょっと自己アピール大会というか合戦というかちょっとしていただきたいなと思います。桑田さんのチャンネル見させてもらってて、運転が大事だっていうところをちょっと見させてもらったんですよ、はい、運転上手で言うと思うんですけど、それで根拠はないんですよ、うん、実はですね、根拠僕持ってきてます。何を持ってきてんだよ。すごい、すごい、ね、僕ゴールデン免許持ってます。5年間、無事故無違反、無事故無違反。確かに、なんか乗り心地重要なんだよな、うん、大事ですね、まあ、そこで言うと。僕も今の仕事上こう毎日運転をしてるんですけども、やっぱりこう社長さんとかオーナー、マンションのオーナーさんを乗せることもあるので、過去の責任感っていうのは間違いなくあるので、3つ入っちゃったのでゴールではないんですけど、ね、まあ、ただ2人はなんかメンタル強そうです。強そう、うん、なんか逆にこうお互いが僕これだったら相手に勝てますよみたいなのってなんかあります、うん、いいですか、はい、つながりが勝てます。奈良県なんですけど、奈良県でも一番こう人気がある市の市長さんと一緒に仕事を SNS の運用事業って言って、あ、それもやってんだ。そうです、町の魅力を TikTok を通して伝えるっていうのもやってます。え、それ余計にさ奈良県出れなくる、その撮影自体はその僕のいるメンバーにお任せして。なるほど、はい、東京に来いって言ったら来れるんですか。来ちゃいます。じゃあ例えば明日からやってってなったらいつ来れます。めっちゃリアル、めっちゃリアルですか、はい、9月の頭、うん、まあ、全然ありっすよね。いや、すぐですよ。すぐですよ。2週間。え、あとなんかどれぐらいコミットできるのかなっていう、桑田さんチームとしてはフルコミしてもらわないと、うん、やっぱりなんかね、お願いした時にすぐやってくれないと困るみたいなんですか。やっぱスピード感大事なんで。そうですね。だそれはどうですか。もちろんフルコミットさせてもらいます。自分の授業はどうして、自分の授業に関してはもう一応話はしていて、僕が抜けたとしても回るように副代表でやったりとか他の理事に任せています。オンラインサロンも運営してるんですけど、そこ もう任せてやっていきます。あ、僕はですね、今の会社は辞めさせていただいて、今の会社が親の会社に入らせてもらって、あ、そうなんですか。まあ、親にはしっかり、説明させてもらって、うん、大尊敬してる社長のもとでもしできるのであればとてもいい、まあ、勉強にもなるし、僕が支える側になるならない。これちょっと全然関係ない尺度なんだけど、特技と趣味はありますか。特技は、まあ、先ほどやったダンスと、うん、あとずっとこう飲食とかもやってたんで料理と、へー、はい、あと、まあ、それこそメイクアップが得意ですね。あ、美容師免許持ってるね。なんか2人とも違う分野なんだね。スペック高いですね。スペック高いよね。尾上くんは何しか一番僕の特技というか、まあ、趣味はなんか続けることが一番の趣味です。続けることが趣味ってなんだよ。例えばですけど桑田さんのチャンネルを分析するのも、まあ、実はもうずっとしてて、その長尺をするときに、うん、なんで伸びてんねやろとか、それをトライアンドエラーしながらそれをなんかこう分析し、これかなっていうのを出すのがすごく好きです。分析がすごく好きです。なんかあれだね、攻めと守りみたいな感じがなんだろうね。タイプが真逆です。真逆、うんうん、逆に2人からその桑田さんとか小木ちゃんに聞いてみたいなと思います。チームに入るんだったらどうなってるんですかとかさ、疑問に思うこと聞いてよ、うん、どういう形でもしこう入るとなったら入れさせてもらえるのかっていう、まあ、つり、はい、はい、入りたいんで、まあ、がっつりぶっちゃけサムネ編集をやってほしいよね。やってほしいです。まあ、あとはその YouTube 会議もそうだし、日頃は結構俺と一緒にいてほしいかなっていう。ヒカルチームもなんかこううまいこといくみとかね、リアちゃんとかなんか、うんうん、うまいことなんかこう順繰りやってるんですね。だからそんな感じのうちもルーティーンできたらいいなってのがあって、まあ、あとは俺が地方行った時もちょっと寂しいっていうのもあるからね。そう、シンプルな疑問なんですけど、おぎちゃんさんが一番困ってることって何なんかなっていう。
うん、あもう君ら面接合格できるよ。今一番困ってるのはパワータイプなんですよ、はい、言うて僕もパワータイプなんですよ。結局のところ YouTube の心底のなんかこう分かってない部分が結構あって、そういうところはもうちょっとパワータイプすぎて手に負えないところが結構あるんですけど、役割的に僕が小技の次の責任者なんで僕に降ってくるんですよ。そういうところの実はロジカル面的なのはめちゃめちゃ助けてほしいなっていうのがありますよ、はい、そう考えると尾上君の適任だよね、うん、てか尾上さんがチームに入ったら、はい、割となんか 1.5 倍2倍ぐらいのチームになるなっていうのはもうめっちゃ気になると思ってます、うん、ありがとうございます。岩下君は岩下君でなんか明るいとかなんか若いとかエネルギーみたいなこうちょっと定量化できないような部分でめちゃくちゃ助けになってくれそうな気はするよね。見えない伸びしろが結構ありますよね。確かに今なんか本当に口数めっちゃ減っててマジで悩んでますお二人で。視聴者からの愛嬌で言ったと岩下さんがあるなって今めっちゃ、うん、あーなるほど、はい、この人女性目線はどうですか。だとやっぱりイケメン枠が欲しいかもしれない YouTube チャンネルこれ超むずちょっと今田あそこにいるんで今田今多分そんなに聞いてないと思うけど二人どうですか。そうですね、私はでもオーナーかおぎちゃんかで言ったらおぎちゃんの補佐してくれる人が入ってほしいんで、おぎちゃんが欲しいと思う方にしてほしいとは思ってます。なるほどね、難しいね。ささげさんどう思ってるの。確かに尾上さんさ、私服どんな感じ。ささげさんもね私服どんな感じかイメージつかないですか。確かにちょっとなんかこの感じパリッとしてそうですけど、確かに岩下さんは人となりが結構見えやすいんですけど、うん、今の感じ、うんうん、尾上さんはなんかこの仕事バージョンで来てる感じが、うん、わかる。で小林さんはなんかやっぱ人間として付き合いたいからスナイキャラがわかる。スナイキャラわかんないとなんか確かにな、いざ会ってみたらちょっと違ったわとかなる可能性あるなって思うんですよ。確かにすぐ旅立ちそうな雰囲気もちょっとありますよね。なんかでも多分チームのメンバーが増えてって僕がなんか気になることが減っていけば多分暴言減るんですよ。だから、うん、そういう意味でも小木ちゃんのアシスタントってめっちゃ大事で、気になることが勝手にもうみんなが手分けしてやってくれてる状態を今作りたくて、だから一番本当に困ってることで言うとなんか多分みんながなんか満足できる結果も得れてないし得るための戦力が整ってないっていうのが一番このオーディションの目的かもしれない、うん、チャンネルの規模よりも期待値が桑田さんのチーム多分高いから、うん、やっぱヒカルチャンネルとねリンクしてるって。そうなんですよ、なんかもっと上がに行かなきゃみたいなのが多分大きいじゃないですか。そうなんですよ、強すぎて、うん、師匠が、うん、っていうのがありますよね。ありますね。あでも本当いける素質しかないじゃないですか。そこって多分ヒカルさんもう僕そのもともといたところ事務所のところもあのエグザイル3代目って7人しかいないのに裏方って何百人いるじゃないですか、うん、その何百人の力がないと多分輝けないんですよ、うん、だから僕らスタッフがめちゃくちゃ頑張って桑田さんを輝かせないといけない立ち位置に多分あると思う、うん、俺お前みたいなバカ欲しかったかもしれない。どこまで行ってもバカなんで。確かにいいです、ね、いいよね。めちゃくちゃ僕もめっちゃ悩んでたもん。悩むよね、めちゃくちゃ悩む。そうずっとねこのラウンド走ってないですもんね。ただやっぱりなんか今まあそのおきちゃんのアシスタントとしても必要だと思うんですけど、それを後で多分なんか担えるような気がしてて、でも一番そのなんだ潜在能力で桑田社長とも会うっていうのがなんかこう優先的にあるのも今は大事なんじゃないかなみたいな、なんかチャンネルに出てるのが絵に浮かびますね、岩下さん。じゃあ岩下君はね、尾上君は村出身で結構固いビジネスをやっててってなった時にどういう人っていうのは確かに見えづらい、見えづらいですよね。だから仕事の感じしか今見えないです。一旦作戦会議出すとしたいんで、はい、一瞬上げてもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。今日選べないな。でも今ってさ一番さ小木ちゃんがさ欲しいのってふっかるなだけじゃない。ぶっちゃけふっかるな人がいればめっちゃよくない。まあまあそうっすね、はい、運転とかサムネとかその編集の指示とかちゃんとライトにやる、あとはその編集チームとかをちゃんとなんかこううまくなんか馴染めるかなみたいな部分じゃない、うんうん、なんか岩下さんは僕育てれそうだなって感じはするんですよね。尾上君は尾上さんはなんかもう別くくり派閥すぎて
なんか、まあ、逆に言うといい意味で言うと、もうコとコで入れるなって感じがしますね。なんか桑田さんのチームのいるとしてイメージできるのは岩下さん、なんか岩下さんで、尾上さんはチーム伸ばすときに業務委託でなんかあの、ま、お願いしたいですみたいな仕事って感じは出てるよね。遠藤さんも思ったんですよ。で、ヒカルチームと馴染むのも絶対岩下さん多分ヒカル君、尾上君あんまいじんないと思う。あー、わかる。一人しかいらないですか、絶対。いや、そんなこともないです、別に。両方必要な能力ではあるってあるんですよね。そうなんですよ。うん。それでは、結果発表です。桑田流星、心が折れそうチャンネル。小木、アシスタントオーディション。はやる、アシスタントに選ばれたのは、まだいません。延長戦ちょっとね、この回だけでは分からなかったんで延長戦します。というわけでですね、まあ、ここまでもうほんとイクミンと佐竹さん、お付き合いいただいてありがとうございました。なんか最後にちょっと僕たちでもいいですし、なんか桑田チャンネルでもいいですし、なんかこの2人にでエールでもいいですし、なんかちょっと一言ずつあれば。はい、じゃあよろしいですか。はい、あの、僕は本当なんか小木ちゃんとこう二人三脚でなんか一緒に歩んでるような本当仲良くさせてもらってる先輩というか、まあ年上の方なんで、なんか逆にこう僕とも一緒になんかこう相談できたりとか、なんかそういう仲が僕も欲しいと思ってるので、そこを全面的にアピールというか、なんか人間性を出してもらえたらいいのかなと。確かに思いますので、はい、あの、引き続き楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。桑田さんがいないところで一番尊敬してる人とか一番好きな人、桑田っていう人結構いるんですよ。男性に好かれる人って珍しいじゃないですか。なんでそこの近くにいたいっていう気持ち僕もめちゃくちゃ分かるんで、選ばれるように、はい、頑張ってください。悔いないように。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい、かっこいい。佐々木さんでしまったね。ここからちょっと本当にチャンネルをさらに盛り上げていきたいっていうところで、本当に頭が足りないっていうのもあるし、足が足りないっていうのもあるし、右腕が足りない、左腕が足りない、いろんなものがちょっと足りてないんですけど、なんかこの2人と会って埋まりそうなね、未来への期待値が高まってるんで、もうしばらくお付き合いください。視聴者の皆さん、ここまで一旦ありがとうございました。運命の小木アシスタントオーディションから1週間が経ちました。よし、はい、やっぱりこうある時の現場で俺は判断しなくてよかったなって思うことが結構ある。そうですね、はい、あれがいろいろ結構テストじゃないですけど、実際に2人は働いてみてどうなんだみたいな、はい、プレイじゃないですけど、そういうのもやらせていただいて、そうですね、はい、受験生の結果の上っていう形になりますね、はい、はい、でですね、はい、今合格された方を、事務所にちょっと本日、お呼びしておりまして、お今から私たちの口から、まあ、仮ですけど、仮合格も、まあ、そうっすよね、はい、まあ、1週間空けた理由も実際様子見ながらもあるし、まあ、あとはその今後もね、果たして本当に僕たちと違うのかっていうのは分かりませんから、はい、お互いに同意したいですよね。今後もチームとしてやっていきたいかどうか、お互いに、はい、うん、そうそうそう、はい、なんでちょっとそこも含めて、はい、俺は今回選んだ人に関してはものすごい自信はあるけど、小木ちゃんはどう？僕もめちゃめちゃもう納得して一緒に働けるのが嬉しいですね、うん、はい、めちゃめちゃいいビジョンが湧いてます、うん、はい、本当に俺たちの馬が合うかどうかの確かめればここから3ヶ月だよね、はい、とか、まあ分かんない、3ヶ月なら6ヶ月とかね、使用期間で、うん、はい、でもやっぱ本当早いやつに至っても1ヶ月、あ、こいついけるわって思うと思うし、はい、契約社員から昇格させることもあるし、全然あります、はい、はい、そう考えたら僕半年かかりましたね。結構君のポジションは重要じゃない？半年かかりましたね僕、いや今日逆に嬉しいですね、はい、はい、基本的にやっぱ勘のいい人っていうのが選ばれていくと思う。今回も、まあ、ヒントという一番大事だったのは僕たちと本当に今後チャンネルの展開広がりそうな人ですね、はい、って感じで、じゃあ早速ちょっと事務所に呼んでる、事務所に向かいます。それでは結果発表です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。正直あの日一日通してどうでした？そうですね、正直来て皆さん、うん、志願者、うん、志願者志願者いや、まあ、候補者の候補者の方と会った時に、うん、Zoom 上ではこう見てたんですけど、うん、会った時にこう皆さんがこのものをこう色があるおなんですけど、まあ、僕が一番だっていう気では一応おお、なるほどね。正直最後まで呼ばれるだろうなとは思いたいんですけど、うん、もういざこう目の前にすると、うん、学部でしょ、だからその学部でちょっと小時間みたいになってました。小時間みたい、はい、なので本当は僕一発目の時に「ちんちんはみ出してないですか?」って言おうとしてたんですよ。したら緊張で言えなくなっちゃった。あ、なるほど。だからすっごい緊張していて上がり症なの。はあ、あんま分かんなかったね。それでまあまああれだけ喋れてたので全然、はい、小木ちゃんどうですか改めて、うん、まあもうそうっすね。あ、まあこの期間まあいろいろ連絡は取らせていただいて、うん、はい、まあ、それこそサムネイルのテストとかもやってもらったりとか、うん、はい、LINE のレスポンス早いのかとか、はい、うん、いろいろやらせていただいて。そうなんですよ、はい、試験もいろいろでやってまして、 LINE のレスと、はい、サムネとサムネと、はい、LINE 編集一つしてもユーモアがあるのかなとか。おお、はい、まあ確かに小木ちゃんはねユーモアというよりは真面目ですからね。真面目ですね、はい、ここはもう鉄の関係になってるのでなかなか掘り込めないんですけど、まあ、最初は誰でも掘り込めるじゃないですか、はいはい、その最初のうちのもうそのやっぱり手札の多さみたいなのが。なるほどなるほどなるほど。みんな最初は企画も考えれますし、26歳にすごい要求してますね、はい、もう本当に大事なポジションなんで24歳26歳に、はい、それをまあ両面もう最初は1個のグルチャーやってたんですけど、うん、これだとちょっともう相手のやり口が見えちゃうってことで、うん、もうお互い分けたグループにして、うん、はい、おのおのやってもらったという形ですね。なるほど。じゃあもういますか。そうですね、はい、小木アシスタントオーディション、幕渡流星心が折れそうの正式スタッフですね。はい、岩下くんは残念ながら選ばれました。残念ながら長かったしね、まあ、そうなんですよ、ね、もう不思議なんですよ。はい、あ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、どう？めちゃくちゃ嬉しいです。あ、マジ？シンプルに。おお、嬉しいですね。ちょっとあんま伝わないで、ね、あの本当多分皆さんもう本当このメンバー大好きじゃないですか、多分視聴者の方が。なんですけど、ほんで僕もファンで今回応募させてもらったんですけど、生やばいっす、マジで。何マジでやばいっす。何がそれ、もう、いや、もういろいろと。しかも、オーラとかだったんですね。もう、オーラ含め、私たちはこんな大きいんだ。ああ、そう、でかいんだよ、意外と。めっちゃくちゃ大きいの。でかいんですもん。僕も超好きなんで、います。全然飲み込めてなくて、オッケー、はい、一回座るか。一回座ろう。はい、というわけでじゃあ改めまして、栄えある新アシスタントに輝いた岩下くんです。ありがとうございます。岩下なんて言うんでしたの？陽介って言って。陽介、陽介の方がいいのかな。陽介、ありがとうございます。はい、というわけで選びましたね、小木ちゃん。はい、そうですね。ちょっとじゃあ、うん、選ばれた、はい、やっぱ岩下くんがなぜ選ばれたのかみたいなのを、うん、ちょっと紐解いてもらっていいですか。紐解いて、まあ、まず第一に、まあ、桑田社長はずっとやっぱビジュアルが
いい人が欲しいっていうのを常々言ってて、それまあ僕のキャラも汲み取った上で、やっぱり僕こういうお笑い特化外見なんで、やっぱりビジュアルがいい方で、そこでやっぱり視聴者様に愛されるので、僕やっぱ愛嬌だと思ってる。いや素晴らしいね。でちょっとトゲのあるイケメンだと視聴者さんが受け入れられないんですけど、ちょっと身体的特徴いじっちゃダメなんです。本当は顎を社長がもうびっくりするタイミングでいじってたじゃないですか。お前顎出てんなっつって。いや俺からじゃなくていじっていいサインが出てたよ。もうそれは言っとこうと思って言ってた、はい、それは面白い返しで、見てる人も嫌な気分にならない、ちゃんと面白い返ししてくれたっていうところで、やっぱり愛嬌ありのイケメンっていう、でプラスやっぱり人としてのこう今まで生きてきた伝票みたいな歴史っていうのがやっぱり、はいはいはい、応募シートで一番分かったというか。でもね本当に、はい、これ皆さん参考にしてほしいんですけど、履歴書とかって僕結構見るんですけど、履歴書お弁当箱って言って、なんか敷き詰めてない人って一体何なんだろうって思うわけ、毎回。で彼はやっぱそれなりに敷き詰まってたんですよ。でやってきましたよこういうことっていうのがちゃんと明確だったし、まあその目立ちたがり屋な部分もあるし、まあ、今後俺となんかこう化学変化を起こしたいなみたいなのもなんか伝わってくる内容だったよね。そうですね、そうそうそう、まあ、演者もできそうだし、ちゃんとフッカルに小木ちゃんと手取り合ってアシスタントだったり裏方もやってくれそうだなっていうのがまず第一印象だね。はい、そうですね、はい。さあ、そして撮影後も、まあ、ちょこちょこ試験しましたね。そうですね、はい。あのあと実は研修に出させたんです。そうだそうだ、いきなり僕のグループ会社の事業部長がそれぞれいるわけですよ。はい、まあ、ツーランドだったら今だとか、ポスト事業だったら福富とか、まあ、武田塾事業とかいろいろいるんですけど、はい、まあ、ここので経理部長とか見たりとかして、そのメンバーの中に入ったらどうなるのかとか、どう見えるのかみたいなのに参加してもらってね、はい、どうでしたのあれ。いやそうですね、なんかその普段会社で勤めててもなかなかあの規模ないと思うんですよ、その事業がいっぱいないとできないですし、なので初めてああいう経験して、女の子がその事業のトップやられてて、お互い刺激し合ってるんだろうなっていうのが、上ずってんな。異常なぐらい声上ずってんな。出てないよ。すいません、出します。全然出します。上ずってんな。そう、ちなみにまあそこでまあ自己紹介とかも、はい、あやったんだ、はい、やったんですけど今ぐらい上ずってました。いやでもあそこでやれるのはなかなかいないんじゃない。まあオーディションでもヘトヘトになってるからさ、またそこ行くんやみたいなね。確かに、そうですね。あの場も見て、で最終的にその2人はさ、なんか連絡取ってたりするの？あ、一応個人間でも、やばいねみたいな、緊張するね。まあグータッチとかしましたもんね。結構楽屋で僕らがめちゃくちゃ喋ってたんですよ、はい、なんか周りはそんなに喋ってはないから、うん、ちょっとちっちゃくて、うん、僕とこの隣にいらっしゃったオーストラリアからライさん、ライ君ね。いや彼も良かったよね。結構この3人でずっと喋ってる感じで、うん、楽屋でこう なんか言うみたいな、何言うみたいな、なんか学生乗りみたいなあったんです、うん、いや最終組は本当に強かったよ、はい、なぜそこに全部固まってたっていう感じはしたけど。ごめんなさい。いや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 、ね、はい、とはいえなんか本当にあの日一日振り返っても結構やっぱ出会いってエネルギーというかね、まあビッグバン衝突、隕石同士のぶつかり合いみたいな、なんかこう例えようがないぐらいいっぱいあるんだけど、なんかこう小木ちゃん自身もなんか活力が湧いたというか未来が見えた感じもしたし、はい、うん、ああいう瞬間に立ち会えたし、ああいう場をああやって皆さんがこう立候補してくれてね、はい、作っていただけたっていうのはまさに感謝と。はい、サムネとかどうですか。サムネ正直、まだ世に出せるものではないそんなに出来栄えが良くなくてもとりあえずレスポンス早く出すみたいな、結構営業会社では結構求められるんですけど、それをもうめちゃめちゃ、おそらくパソコンとかも周りにないタイミングで僕はその宿題みたいに振っちゃったんですよ。なるほど。なので満足できる素材がないのに、とりあえずやる気ありますよって見せるためにそんなに良くないサムネをもう超スピードで出してきたっていうのが、岩下さんでした。確かに、はい、岩下くんはもしかしたらめちゃくちゃ体当たりタイプなのかもしれない。
めっちゃこのチャンネルになってると合ってますね。あのもう桑田社長は独特すぎるというか、うん、やっぱり人の気持ちを 100% できる人なんていないんですよ、うん、結局がぶつかってそれがもうどんどん研磨されて桑田一派になっていくんで、そうなってくるとこう、もう何回もこうぶちのめされて直せる根性が結局ないと無理なんで、そう俺は一番は多分ね、はい、根性ありそう、めっちゃあると思います。まあ、決してね、順風満帆になんかこう来てない部分もあると思うんだよね。本当はここの舞台に立ちたかったみたいなのもなんかありそうな気もするし、はい、うん、なんか結局それが俺はエネルギーになると思ってて、じゃあこのチャンネルに来て YouTuber の中で言ったらもしかしたらまた中途半端になっちゃうかもしれないし、それでも自分に自信を持ち続けながらやらなきゃいけない時があるっていうか、俺は第一優先すべきなのは待ってくれてる人だったりとか、なんかまあ、視聴者さんも含めだけど、どこを大切にすべきかみたいな価値観とかもやっぱ岩下くんにもなんか注入していきたいし、やっぱ成功者って結局マインドだったりとかスタンスだと思うんで、岩下くんが今後しっかり成長していくなんかこうコミュニティであり、まあ、会社であり組織でいたいなと思うんで、ちなみにだけどこっから先も一旦使用期間です。ああそうそうそう、ね、それはなんでかというと岩下くんにも断る経験あるんで。ああはいはい、わかりますか、はい、俺は本当にいや思ったよりちげえぞ桑田みたいなのもあると思うし、うん、おぎちげえぞみたいなのもあると思ういやこれ緊張感やっぱ持ちたいから、はい、だからって俺は遠慮しないし、遠慮しないでもう本当にあの厳冬者の健城社長の言葉を借りたら内臓をすり合わせて、腹割ってじゃないよ、もう内臓をすり合わせて分かり合って行こうじゃねえかっていうっていう感じでやっていきたいと思います。はいはい、じゃあここまで聞いてどうですか。いやちょっとどうしようこの一言大事よ、まあ、お前意外とプレッシャー言えなとりあえず本当に今回この採用というか、うん、させていただく、いただけて、うん、めちゃくちゃ嬉しいのと、あとまあ今回こう、まあ、使用期間があるって言ってくださったのも、うん、まあ、どっかちょっとこう優しさなのか、うん、わかんないですけど、僕はもうそんなつもりなく最初から全力でやらなきゃ意味ないので、おそこは僕もあの内臓ぐっちょぐちょになるすり合わせてぐちょぐちょにね、やっとちょけてきたから頑張ります。あの日のちょけ方が足りてない気がする。緊張したね。めちゃくちゃしました。まあまあまあそうだよね。でまあね、ちょっと惜しくもね落選してしまったというか、はい、もう本当に尾上くん紙一重でしたね。そうですね、はい、うん、もうあの会場で結果が出ないっていうことだけど本当に紙一重だな。そうですね、めちゃくちゃ迷ったんですよ。ちなみに、はい、本当に迷って迷ってなんだけど、なんか捧げさんが言ってくれた一言だったりとか、捧げさんが結構キーマンだったかもね。そうですね、なんか、はい、結構ね僕たちのチームをよく見てくれてるし、はい、あとヒカルチャンネルとの相性とか含めて、はい、捧げさんは岩下くん推しだったんですよ。はい、はい、嬉しいです。本当に本当にそのさっき参加した事業所のトップが集まる会議っていうの、うん、その中でまあざっくりじゃないですけどどっちがいいですかみたいなのを聞いたんですよ、うんうん、その時に社長と付き合いが長い人たちは岩下君って言ったんですよ。なるほどね、はい、この組織ってまあ特殊とかじゃなくて奇跡とか偶然が重なり合って出会った人間たちが意気投合していくんですよ、何らかのパワーで、はい、でこれがうちの魅力だなと思ってて、戦略がないんですよ一つ言うと、はい、でもじゃあどうやってやんのって聞くと、え勢いっすよみたいなやつらが多いっていうでこのチャンネルってなんかまあヒカル君と多分違うんですよ。ヒカル君ってやっぱ指揮官だしなりたいこれ全日本一の YouTuber、はい、でも僕は僕でやっぱ日本一有名であるかっこよくて面白い経営者を目指してる、はい、けどじゃあそれって具体性とか言語化できるかっつったらめちゃくちゃ抽象度高いじゃん、はい、なんかそれも相まってやっぱなんか人がかっこいいって思うものが好きとか、なんか純粋に心が揺れ動くものに感覚派が多い気がするんだよね、うん、この組織って。狙ってとか、はい、頭で考えてとかじゃなくて
そういう意味ではパッションを感じたのは岩下くんだったね。結果パッション。だって小木ちゃんの口々に言ったのはものすごく岩下くんは可愛がりでなっていう、絵がもう全部浮かんだというか、あーなんかこの待ち時間で岩下くんと豚骨ラーメンとか食ってんだろうな。まあ僕が運転してて助手席に岩下くんが座ってて、オーナーから後ろが二人ともにぶち切られてとかしてんだろうな、なんかもういろんな絵が想像できちゃって、確かに、はい、岩下くんとやっていきたいなと思います。一つはやっぱ止めたくない、このやっぱ YouTube チャンネルもやっぱりこうずっと待ってくれてる人がいる限りは俺は出し続けるし、はい、あとはもう面白い企画を思いついたら二人三脚、三人三脚、四人四脚って感じで、なんかこの輪をね強固にしていけばめちゃくちゃ強くなっていくと思うんで、まあ本当小木ちゃんもね、なんか岩下くんが入ってくれるおかげで余った時間でなんかこうクリティカルヒットのあるものを生み出したいって言ってるんで、はい、あの10本に1本刺さるような企画をね、はい、皆さん聞きましたか、はい、やばいですね、はい、もう絶対もう企画バンバン出すんで、あ、エンドと違うから乗るんで企画バンバン10本に1本でいいんですか。いや、よくないんですけど僕はもう自分のセンスを信じてるんで、いや、いいよ、3本に1本にしてことで刺します、はい、なるほど、はい、あげて、まあ、とにかくね、はい、20代が入りますんでこっからね、確かに20代、あ、26歳すごいよ、確かに、あ、変わっていくんじゃない、はい、変わります、はい、変わります僕が、はい、はい、というわけでね、まあ、あの岩下くんが本格登場するのはちょっとまだあの、ね、会社の皆さんにもしっかりお話をしてっていう感じなんで、はい、まあいずれしっかりと参入参戦していただくということなんで、はい、はい、じゃあ頑張りましょう、はい、お願いします、よし、お願いします、頑張ろう、お願いします、ありがとうございます、手冷た、血が巡ってないですね、あんま最後、少々なんか言ったことない、最後に、はい、あ、もう今回、皆様のおかげでもあると思ってますので、うん、本当にありがとうございます。これから桑田流星心が折れそうチャンネル、うん、全力で盛り上げていきますので、どうかついてきてください、よいしょ、よろしくお願いします。最後に落選してしまった小野くん筆頭に、あのすごい素晴らしいメンバーたちが今回のオーディション参加してくれましたんで、あの小野くんなんか特にね、なんか他行っても絶対通用するというか、はい、賢い人だと思いますし、あの他にも輝く原石いっぱいいたと思うんで、もしね、あの興味ある方はその方々にあの直接 DM とかしていただいて、君なら雇いたいよっていう方はぜひ雇っていただくとか、はい、なんかそういう仕事を一緒にするとかやってくれると桑田流星心がチャンネルの意味があったなと改めて思いますんで、はい、まあ本当にね、ここから先岩下くん参入でさらなるパワーアップした桑田流星心が折れそうチャンネル、よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。